はい、こんにちは、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいてます。ご質問は、先日同棲中の彼女と喧嘩した時、彼女があまりにも自分勝手な主張ばかりしてくるので反論したら、彼女は逆ギレしてきて過去のことまで掘り返して僕に対する不満や文句ばかり言ってきて、マジでムカつきました。そりゃ自分にも非があるのはわかるけど、彼女の方にも非があるし、今後2人はどうやって付き合っていくのがいいのかとか、どう役割分担していくのがいいのかとか、論理的に話そうとしても彼女は聞く耳も持たず私に怒りをぶつけてくるだけなので、本当にストレスです。こんな時どうするのがいいんですか？無理な質問してすみません、ということなんですけど、まあこの2人の深い関係とかよく知らないし、まあどういうことがきっかけでどういう喧嘩したのかとかもね、詳しくわからないんですけど、まあおそらくこの質問者さんの彼氏さんは、まあ男性にありがちな決定的なミスを犯してしまったんじゃないかなってね、思いますね。で、まあおそらく彼女は彼氏に対して何か不満があったんでしょうね、前からずっと。で、今回も何かね、何かのきっかけで不満が爆発して、で彼氏に怒りをぶつけたんですよ。で、そうしたら彼氏はそれに対して反論したんですよね。で、そうしたら彼女は余計に怒っちゃってしまうと。で、彼氏はもう早くね、収拾をつけたいと、この喧嘩を解決したいと思って、まあ、自分にも非があるけど君にも非があるよって、じゃあ今後はこうしたらいいんじゃないのかって、ここが問題でこうならこうしていくのがいいんじゃないのかって解決しようとね、しちゃったんですよね。で、そうしたらその余計に彼女は怒ってしまって、もう収拾がつかなくなってしまったっていうことなんですけど、まあおそらくこの喧嘩は解決しちゃいけない喧嘩だったと思いますね。解決しちゃいけないっていうか、まあ、解決しなくていい喧嘩、解決できない喧嘩だったんじゃないかなって思います。で、原則なんですけれど、原則男女の喧嘩っていうのは、彼氏と彼女の喧嘩でも夫婦喧嘩とかでも解決しちゃいけないんですよ、男性側は。だけどどうしてもね、男性ってその脳が男性脳で問題解決型なんですよね。なので目の前に何か問題があると、それを論理的に考えて問題を解決しようとですね、してしまうんですよ。だけどこれって本当に男性にありがちなミスで、その男女の喧嘩は、ほとんどの喧嘩はですね、解決しちゃいけない喧嘩なんですよ。まあこれが男女の喧嘩じゃなくて、例えば男同士の喧嘩とか、あるいはその会社と社員の喧嘩っていうかトラブルとか、まあ、いろんなね、商売上のトラブルとか、何か問題が起きた時はもちろんそれは解決に向かわないといけないんですよ。まあ喧嘩にせよ、何か問題が起きたにせよ、まあ何かで衝突してしまったわけなので、衝突したには何かの原因があるんですね。で、その何が原因かっていうのをしっかりと解明して、で今後はどうするのがいいのかっていう感じで妥協点を見つけて、今後はこうしていきましょうと、これで衝突は避けましょうって解決するのはね、それは原則なんですけれど、だけど男女の喧嘩はまたね、全然別の話なんですよ。問題解決型じゃなくて、その解決しなくていい喧嘩がほとんどなんですけど、それはね、中にはね、解決しないといけない喧嘩っていうのもあるんですよ。例えば本当に大きな問題が起きた時の喧嘩、例えば仮に旦那さんがね、浮気しちゃった場合、まあ、その場合はちゃんとしっかり謝って、事情を説明して、今後はこういたします、本当に申し訳ございませんって、でお詫びに これですがとか言って、ちょっと高いプレゼントしたりとかね、手紙書くとかね、反省文書くとか、そういうことをしっかりして、解決の方向に向かわないといけないというのはあるんですけど、おそらく今回のこの彼氏彼女の喧嘩っていうのは、まあ、些細なことがきっかけで、もともと彼女は彼氏に対して、まあ、いろんなね、
不満があって、それが一気に爆発したっていうタイプの喧嘩だと思うんですよ。で彼氏は解決しようと思ったけど、まあ、かいあの余計に彼女が起きてしまったと、なのでこの時の彼女は おそらく解決してほしかったんじゃなくて、あの共感してほしかったと思うんですよ。やっぱり女性って男性と違ってどっちかっていうと問題解決型の脳じゃなくて共感型の脳なんですね。自分の考えとか自分が頑張ってることを周りの人に認めてほしい、共感してほしい、それで褒めてほしい、で感情を込めてその自分のことをね認めてほしい、共感してほしいっていうふうに考えるんですよ。なのでその彼女っていうか女性が喧嘩するとき、あるいは怒りをぶつけるとき、不満をぶつけるときっていうのはどっちかっていうとね、感情爆発型なんですよ。これもまた男性とちょっと違ってて、その女性がね怒りをぶつける時っていうのは、その例えるならね、火山の噴火みたいなもんなんですよ。火山っていうのは、活火山っていうのはマグマが溜まって、それが充満して、ある時をきっかけに突然ドカーンって爆発して、噴火口からマグマが噴き出してってやって、でドカーンドカーンやってると、まあある程度吐き出し尽くすとまた収まって、何ですか、で噴火を休んでって落ち着くじゃないですか。それに似てるんですよね。で今回彼女も今まで積もり積もった不満を何かのきっかけでドカーンって爆発させちゃって、で、まあ、昔のことも掘り返して、あの時もそうだったって、あの時も私はこんなに頑張ってたのに、あなたは何もしてくれなかった、あなたは全然優しくしてくれなかった、優しくないって言ってね、まあどん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 昔のことも掘り返して爆発しちゃったと思うんですよね。まあ、それもまさに火山のマグマと同じような感じなんですけど、じゃあこういう時彼氏はどうしたらいいかっていうと、まずは溜まってるマグマを一旦全部吹き出させるってことが大事なんです。でそのためには、彼女がね怒りや不満を自分にぶつけてきた時に、それに対して、しっかりとね感情を込めて共感して、聞いてあげるっていうことが、大事なんですよ。なので私はいつもあなたのための思っていろいろ頑張ってるのに、あなたは全然何もしてくれない、優しくしてくれないわーってなったら、そうか、分かったって、悪かったねって、やっぱり俺も気づかなかったねって、これからは気をつけるね、ごめんねって、まあ、できればこういう感じで彼女の言うことをちゃんと聞いて、謝って認めて、謝ってしっかりと聞いてあげる、不満を吐き出させてあげるっていうのが大事です。で最初は彼女は、まあ、自分が被害者なの、あなたが加害者なのって、もう被害者アピールをして怒りをぶつけてくるんだけど、まずはそれ一旦彼氏はね我慢して、しっかりと聞いて彼女に共感してあげて、謝ってください。でそうするとですね、ドカンドカン、怒りをぶつけて、一通りマグマを全部ね吹き出しちゃうんですよ。怒りや不満を全部吐き出しちゃうんですね。そうするとね、彼女はですね、まあ、おそらくね落ち着いて、すっきりするんですよ。マグマを全部吐き出した、火山がすっきりしてるか分かんないんだけど、女性はね怒りや不満を全部ね一通り吐き出すとね、すごく気持ちがすっきりしてね落ち着きます。そうするとですね、彼女の性格がねよっぽど悪くなければ、彼女も謝ってくれると思います。散々こっちがね認めて話聞いてね共感して、ごめんねごめんね気をつけるねって言ったらね、彼女も怒りを全部ぶつけてね吐き出した後すっきりしたら、ごめんね私もちょっと言い過ぎたわって、私あなたのこと好きだから、これからもよろしくね、私も悪かったごめんねって、仲良くしていこうねってね、言ってくれると思います。ほとんどの彼女は、あるいは、ほとんどのね妻はそうしてくれると思うんですけど、中には絶対謝らない人っていうのもいるんですよ。やっぱりこれはね男性も女性もね、まあ、プライドが高くて絶対自分の負けを認めない、絶対謝らない人っていうのも
一定数いるので、もし自分の彼女とか、妻が、絶対謝らない人だったら、彼女や、ね、妻の怒りを全部受け取れて共感して謝っても、向こうは謝ってくれないっていうこともあります。もうその時はね、もうしょうがないです。はい、もうそういう人と付き合ってる、そういう人と結婚しちゃった、あなたが、悪いです。はい、なので、我慢してください。忍耐力で、受け止めてください。はい、でどうしてもそれが嫌だったら、彼女と別れてください。で妻とね、離婚してください。はい、どうしても我慢できなかったらね、我慢できるんだったらね、忍耐力で、耐えましょう。はい、ということなんですけど、まあこれが本来のやり方なんだけど、質問者さんは共感して話を聞くことをしないで問題解決しようとしちゃったから、相手の怒りや不満に対して反論しちゃったんですよね。彼女が怒りをぶつけてわーわーわーって言ってる時に反論しちゃダメなんですよ。その時はまずは我慢して共感して話を聞く方に徹してください。そっちの方がトータルの時間で早く喧嘩を終わらせることができるんですよ。そこで問題解決しようと思って反論したりとかすると、かえって彼女の怒りを増幅させてしまうんですよ。で喧嘩の時間も長くなるし、なかなか仲直りできない、あるいは結局仲直りできなくて、わだかまりを残したまま今後もね、気まずく生活しないといけないとかっていうことになっちゃうんで、まずはですね、しっかりと共感して話を聞くことにしましょう。彼女がね、怒りをぶつけてる時に反論したりとか、解決しようっていうのは、火山がね、ドカンドカン噴火してる時に、噴火口にね、一生懸命蓋をして噴火を抑えようとしてるだけです。そんなことしても噴火は収まらないし、かえってね、噴火がひどくなったりとか、時間が長くなったり、被害が大きくなるだけなのでね、まずしっかりと、まずは最後まで話をね、じっくり聞くっていうことです。はい、それはね、忍耐力で頑張ってください。ということで、ほとんどの喧嘩っていうのはですね、男女の喧嘩っていうのはこのやり方で解決できます。うん、だけど相手の女性によってはこの方法ばっかりやってるとですね、やっぱりその味を占めてエスカレートして調子に乗ってくる女性もね、本当に稀にいます。それはしょうがないです。世の中には男性でも女性でもね、性格のいい人もいれば性格の悪い人もいますので、性格の悪い女性がたまたま自分の彼女とか妻だったらですね、相手がどんどん怒り不満を自分にぶつけて、その都度共感してごめんねごめんねって謝ってたら、うん、分かればいいのよって感じで、で自分だけ気持ちよくなってね、で男の方にストレスを、溜めさせてね、でまたちょっとでも不満があったらまた、この手で行こうって思ってわー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 って不満とかね、怒りをぶつけて謝らせて、で自分だけ気持ちよくなって、うん、これでいいのよって言って、それを繰り返してどんどんエスカレートする、ちょっとわがままな性格悪い女性っていうのも世の中には本当にごく一部いるので、そういう人とは付き合わない方がいいし、もし自分の妻がそういうタイプだったら離婚した方がいいかもわかんないですね。はい、それはもうあなたに任せますんで、はい、ということでございます。はい、ということでほとんどの喧嘩はこういうので解決するんだけど、中にはやっぱり男女の喧嘩でこの共感型で話聞くだけでは解決しないっていうこともあるんですね。いろんなのがあるんだけど、多いのはお金絡み、金銭絡みの男女の喧嘩。例えば彼女が彼氏に対して、今度の誕生日に10万円のネックレスをプレゼントで買ってほしいって言われた場合で、彼氏がいやそんなお金ないよ、俺の給料手取り20万円だから、そんな生活カツカツなんだから10万円とか払えないよって言って、なんで買ってくれないのって、で喧嘩になる場合って、まあ、たまにあると思うんですよね。でそれで彼女は私の友達の何々ちゃんは彼氏20万円のプレゼントしてもらったよ、なんで私は10万円のプレゼント してもらえないのとか、あるいはその前付き合ってた彼氏は10万円のプレゼントなんか普通にしてくれたのにねとかね、なんであなたはそういうこともしてくれないのとか、そういう場合、そういう金銭絡みの喧嘩っていうのはただ単に相手の話を聞いて共感するだけでは終わらないですね。はい、これを終わらせるためにはもう諦めて、10万円、未銭をね切ってね、プレゼント買っ
って彼女を喜ばして解決するか、あるいはもうごめんなさい無理です俺お金ないんですって言って謝ってもう諦めさせるか、あるいは、自分が捨てられるか、のどれかになってしまいますんで、全てがこの共感型のねやり方で、彼女の怒りやね不満を抑えることができるっていうわけではないですけれど、だけどねこの共感して しっかりね最後まで相手の話を聞く、全部怒りや、ストレス不満をぶちまけさせ発散させるっていうのはいろんなことに応用できますんで、男女の喧嘩だけじゃなくて例えば仕事での衝突とか、あるいは接客業をしている人なんかはお客さんのクレームなんかはね、この対応はね鉄則です。お客さんが何かね不満をおっしゃるときはまずお客さんの不満をですねしっかりと聞く、共感して聞くと、そうすると聞いてあげるだけで結構すっきりしてね、納得して、もう収まっちゃうっていうこと、あります。はい、ということなので、勉強になりましたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。